急なんだけど、みんなはどうやってマイクラで遊んでいる？遊ぶ機械もパソコンだけじゃなくて、家庭用ゲーム機やスマホでも遊べて、ゲームの種類も Java 版と統合版に分かれていて、それぞれが違っていて、いろんな素材や道具を駆使して生き抜くサバイバルモードや、いろんな素材が使い放題で、主に建築が楽しいクリエイティブモード、自由にブロックをすり抜けることができて、地下世界の探検なんかが、楽しめるスペクテーターモードなど、いろんな遊び方があって、マインクラフトは本当に面白いゲームだよな。でもマイクラにはそれ以外にも、ダンジョンズやアースといった派生作品も発表されているんだ。そういった派生作品ではマインクラフト本編では見ることができないユニークなモブがたくさん登場するぜ。今回はそんな本編に登場モブを紹介していくんだわ。ということで早速行ってみよう。まずは2021年6月にサービスを終了してしまったマインクラフトアースに登場するモブからだ。通常版にマインクラフトアースのモブを再現するマインクラフトアースモブズモッドというモッドを導入することで通常版にも登場させることができるんだぜ。みんなもぜひ試してみてくれよな。この緑色の頭のスノーゴーレムを見てくれ。こいつはアースオリジナルのモブでスイカゴーレムというんだぜ。現実でもフルーツカービングといってフルーツの表面に彫刻を施すアートがあるんだが、スイカもよく利用されていてとても綺麗なんだぜ。カボチャは秋が旬で雪の季節とも重なることがあるから、頭部がカボチャの雪だるまはまだ理解できるな。だが夏が旬のスイカでは雪の季節とは真逆の時期なので、スイカが頭部の雪だるまはまさにゲームの世界ならではの存在なんだぜ。スイカゴーレムのマインクラフトアースでの振る舞いは基本的にスノーゴーレムとほぼ同じような動きで、敵への攻撃方法も同じ苦闘的なんだが、スノーゴーレムは雪玉を投げつけるのに対して、スイカゴーレムはスイカの種を投げつけるところがユニークなんだわ。よし、そこだ、やれ。次に紹介するのは、溶鉱炉ゴーレム。胸部に溶鉱炉を搭載したアイアンゴーレムの亜種だな。溶鉱炉部分が濃い灰色で、灰色の輪郭がついているところが、アイアンゴーレムと違う見た目をしていて、中央のスリットから炎が覗いているのがかっこいいよな。足の部分も通常のアイアンゴーレムとは違った見た目になっていて、四隅にネジのようなグレーの点がついているんだ。こういうロボットっぽくて武骨な見た目っていいよな。みんなはどんなロボットが好き？コメントで教えてくれると嬉しいんだぜ。溶鉱炉ゴーレムに攻撃されたモブは燃え上がり、追加ダメージを与えるんだ。でもこいつには弱点があって、水に入るとダメージを受けてしまうんだわ。水に落ちてダメージを食らっているところを見ると、なんか助けてあげたくなるよな。みんなが遊ぶときは、溶鉱炉ゴーレムが水に落ちないように、気をつけてくれよな。次は鶏の変種、キノコッコを紹介するぜ。アース内の設定では、遠くの地を冒険していた探検家が発見した、キノコに覆われた珍妙な鶏で、通常版のムーシュルームの、鶏版という感じだな。現実世界では、キノコの一種で生きている動物から養分を吸収して育つ、寄生菌というのがあって、特に虫に寄生して、宿主を殺して生えてくる、冬虫夏草が有名だよな。マイクラ世界のキノコを生やしたムーシュルームやキノコッコは、うまくキノコと共生できているのか、キノコによって命を落とすことはないんだぜ。そしてムーシュルームにハサミを使用すると、赤いキノコをドロップして、ムーシュルームは普通の牛に戻るんだぜ。キノコッコにも同じような特性があるのか、調べてもよくわからなかったから、この動画を見ている諸君は試してみて、コメントで教えてくれると嬉しいんだぜ。次も鶏の亜種で、派手な鶏を紹介しよう。名前の通り通常の鶏は白い体をしているが、この鶏はとってもカラフルで派手なんだわ。首の部分が金色がかった黄色で、真っ赤なトサカを持っているよな。身体は緑と翡翠色の羽毛で覆われていて、紫色の尾羽が特徴的だ。現実世界のシャモを彷彿とさせるその見た目の通り、通常の鶏より足が長いのも特徴的なんだわ。基本的には見た目以外は通常の鶏と同じ振る舞いをするんだが、倒すと、派手な羽というアイテムをドロップするんだぜ。これは見た目からしてオバネのようだな。鮮やかな紫が美しいぜ。ちなみに通常の羽は矢のクラフトに使えるが、現実世界では矢バネには、いろんな種類の羽が使われているの知っていたか？鳥のいろんな部位から羽が取れるんだが、1羽から取れる数が限られた羽や丈夫な羽は、矢バネとして人気があって高級なんだそうだ。今回の、派手な羽はクラフトで使えるかどうかがわからなかったから、みんなでモッドを導入して試してみて、わかったらコメントで教えてくれよな。続いて紹介するのは、骸骨狼だ。英語だとスケルトンウルフと表記されるんだが、骨だけの外見を持つ狼の亜種だぜ。何でも弓で攻撃してくるスケルトンのペット的な位置づけなんだとか、雲に乗ったスケルトンジョッキーや、スケルトンホースに乗ったスケルトンライダーなど、今回の骸骨狼と合わせて、スケルトンは他の動物とコンビになることが多い気がするな。骸骨狼はその不気味な外見の通り敵対的なモブで、プレイヤーに懐くことはないんだわ。その振る舞いはほとんど通常の狼と同じで、歩き回り、溶岩や落下ダメージを受ける高さの崖を避ける行動をとるぜ。公式の紹介文によると、見ての通り、この狼は不気味な生き物です。その
恐ろしい遠吠えは、周りにいる仲間の狼に力を与えます、と紹介されているんだが、アースの中では遠吠えで周囲のスケルトン系のモブの、ダメージを増加させる効果があったんだ。モッドではそのあたりまで再現できているかはわからなかったから、各自で調べてほしいんだぜ。どこかに調べた後に私に教えてくれる優しい視聴者が、いないもんかな？お次は、骨クモなんだぜ。うわぁ、気持ち悪い。私はクモが苦手なんだが、頑張って紹介するぜ。通常版にはクモ、洞窟クモ、スパイダージョッキーといった種類のクモが存在するが、骨クモは名前の通り骨の模様に覆われたクモなんだわ。頭部が白い骸骨模様で、胴体部分には肋骨の模様、足は関節のついた骨の模様が描かれている。なんでこんな模様になったんだろうな。普段は骸骨の中で暮らしていて、保護色のような役割として骨の模様を身にまとうようになったんだろうか？みんなはどう思う？みんなの予想をコメントで聞かせてくれると嬉しいぜ。なんと骨クモは体力が通常のクモの2倍もあるタフなやつで、プレイヤーに対して敵対するモブなんだわ。特に特徴的なのは、コッペンを発射してこちらを攻撃してくる、遠距離攻撃の使い手というところだ。体力が多くて遠距離攻撃もしてくるなんて、かなり手強いんじゃないか？公式はなんでこんなモンスターを作ったんだ。通常版には登場しなくて本当に良かったんだ。今度はロバーゾンビを紹介しようか。ロバーというと英語で強盗という意味のロバーを思い浮かべる人もいるかもしれない。強盗と聞くと攻撃と同時にインベントリからアイテムを強奪していく、かなり凶悪なモンスターという印象を受けるな。しかしロバーゾンビは英語でロバーゾンビと表記し、強盗を意味するロバーとは違う単語が使われているんだわ。アイテムを盗むようなモブじゃなくて本当に良かったぜ。このロバーというのはテニスのロブショットのような高い弾道で物を投げたり打ち出したりする人という意味なんだぜ。ちょっと勉強になったかな。勉強になったという人もそうでないという人もぜひ高評価ボタンを押してくれよな。その名前の通り、このモンスターは物を投げて攻撃してくるゾンビの亜種なんだ。投げてくるのはなんと腐肉。ゾンビ系のモンスターがドロップするのが腐肉だが、それを武器にしているのはかなりユニークだよな。外観は通常のゾンビより明るい色の肌をしていて、薄い灰色の肌にはところどころ緑色の傷を負っているんだわ。服装は通常のゾンビに比べて少しくすんだ紺色のズボンにくすんだ青緑色のシャツを着用している。これは少しわかりにくいんだが、ロバーゾンビは右腕の方が短く、長いサワンは一回り太く表現されているんだわ。もしかしたら右腕を材料に発達したサワンで腐肉を投げているのかもな。想像すると怖くなってきちゃったぜ。ここからはマインクラフトダンジョンズに登場するモブを紹介していくぜ。マインクラフトダンジョンズは2020年に発売されたアクションアドベンチャー RPG で、通常版には登場しないいろんなモブが存在するんだ。そんなモブを通常版のマイクラに登場させるモッドは、マインクラフトダンジョンズモブズモッドというもので、ぜひみんなも試してみてほしいんだぜ。まずはこのモブ、レイスを紹介しよう。レイスというのはヨーロッパの伝承に残っているアンデッドの一種で、魔術師が幽体離脱に失敗して、肉体と魂が分離してしまった結果として、モンスターに変貌してしまったものなんだそうだ。アンデッドというよりは生き霊に近いのかな。マインクラフトダンジョンズのレイスもそれを踏襲しているのか、ローブをまとった骸骨の幽霊のような外見をしているぜ。骸骨なんだが下半身はなく、ふわふわ浮いているところが幽霊っぽいよな。フードの下の顔面はドクロで、眼下と口部分が青白く光っていて、かなり不気味な風貌なんだわ。そして敵対したレイスは 3×3 マスに青い炎を召喚して攻撃してくるんだ。それからレイスはテレポートして移動する習性があり、これでは追いかけるのが少し大変なんだよな。テレポートで逃げ回って遠くから炎で攻撃してくるので、かなりいやらしいモンスターなんだぜ。そしてレイスはレイスファイアーチャージというアイテムをドロップすることがあるんだ。ただ使い道や効果がよくわからなかったから、わかった人はコメントで教えてくれよな。次のモブは、マウンテニアだな。英語で登山家や山岳住民を意味する単語が使われているんだぜ。その名の通り、登山装備を着用した邪悪な村人という風貌で、登山用のピッケルを装備しているんだわ。茶色と白の防寒着とブーツと手袋をしていて、本当に寒い地域で活動するための装備って感じだよな。マインクラフトダンジョンズの DLC 第3弾の、アレクルー頂きから登場するようになったモブで、3種類の見た目があるんだぜ。それぞれ防具なし、金防具、ダイヤモンド防具の3種類だ。手に持ったピッケルで戦うモブなんだが、そのピッケルについてはツルハシのように採掘でも使えるという情報もあるんだが、詳細はよくわからなかったから調べて教えてくれると嬉しいんだぜ。いかがだったかな。この真っ赤な立方体を見てくれ。レッドストーンブロックではないし、レッドストーン鉱石でもないんだわ。こいつはレッドストーンキューブというモブで、マインクラフトダンジョンズに登場するモンスターなんだ。マインクラフトダンジョンズにはこの他にも、レッドストーンゴーレムとレッドストーンの怪物というモンスターが、登場するからチェックしてみてくれよな。レッドストーンキューブの見た目は、石の混じったレッドストーンブロック、という感じで、目と眉がついているな。マインクラフトダンジョンズでは移動した後に、
レッドストーンの粉を残すと言われているんだが、モッドではそこまで再現されているかはわからなかったから、各自で確かめてみてほしいんだぜ。レッドストーンキューブはプレイヤーと敵対的なモブで、プレイヤーを執拗に追いかけ、体当たりしてくるんだぜ。かなり厄介な敵だよな。さらにこのモッドには、ヴィンディケーターシェフというモブもいるんだ。ヴィンディケーターは森の洋館や略奪隊にいる、手に斧を持った敵モブだよな。でもヴィンディケーターシェフは、手に斧を持っているんだわ。奴も敵モブだから、プレイヤーを見つけると襲いかかってくるんだが、この斧で攻撃してくる敵なんだぜ。外観はエプロンとコック帽をかぶっていて、まさにシェフって感じだよな。邪悪な村人たちも生活のために食事は必要なんだろうが、このシェフが料理を担当しているんだろうな。ちなみにマインクラフトダンジョンズでは、かなり初期から存在しているモブなんだが、雑魚敵のような扱いなんだとか、気になる人はマインクラフトダンジョンズの方も、プレイしてみてくれよな。いかがだったかな？マインクラフトアースやダンジョンズに登場するモブを、紹介させてもらったんだぜ。通常版には登場しないユニークな見た目や特徴を持ったモブだったよな。みんなは今回紹介した中で、もし通常版に正式実装されるなら、どのモブがいいかな？ぜひコメントで教えてくれよな。はいはい、今日はここまでだよ。それじゃあまた別の動画で会おう。バイバイ。